はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストの竹下敦です。本日のサウンドチェック2回目はこちらになります。ズーム社提供ズーム G2Y に39番のプリセットですね。 JP ドレ、こちらをいってみましょう。使用するギターはアイオンのギブソンレスポールスタジオでございます。毎度おなじみで大変恐縮ですが、リアのピックアップを使って誰でも弾ける広島のものです。フロントのピックアップを使って誰でも弾ける広島のもの、逆だ。リアのピックアップを使って誰でも弾けるロンリーハート、フロントのピックアップを使って誰でも弾ける広島のもの。はい、それでは行ってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。しまして誰にも弾ける広島なもんで、ピックアップなんですけど、お友達はね、小玉さんという方にピックアップが P90 じゃないんですかっていうふうに言われたんですけど、正直なこと言って、このピックアップなんだかわからないんですね。私はですね、こちらから来たギターをですね聴いてるだけなので、正直なこと言って何のピックアップが乗ってるのかわかりません。はい、試作なのかもしれないですし、 P90 なのかもしれないですし、 P100 なのかもしれないですし、ごめんなさいね。あまり自分で選択してギターを弾いてなくて、来たギターを弾いてるので、何のピックアップだか分かりません。すいません、はい、申し訳ない。間違ってたらごめんなさいね。何なんでしょうね、ピックアップ。というわけで、本日、サウンドチェックしたのはこちらですね。ズーム社提供、ズーム G21NU 39番のプリセット JP ドライですね。結構深めの歪みなんですけど、まあ破綻することなくね、収まってくれたので、まあ、これはこれでいいんじゃないかと思います。何度も言うようなんですが、やはり歪みというのはね、一般の方にとってあまり耳に心地いいものではないので、一番ね右にございます、このダイヤルをぐるぐるぐると回すと、全体の歪みとかね、音質はそのままに全体の音量が下げられますので、ご近所迷惑になることもなくプレイできます。ぜひともね、なるべく小さめの音量で練習されるとよろしいかと思います。ギターが1台あるとね、本当に人生豊かになります。ぜひね、ギターを一台お求めくださいませ。それではギタリストの竹下敦史、お送りいたしました。それではまたお会いいたしましょう。